自民党は恥ずかしい。長尾隆が批判。自民党の長尾議員がツイッターにて「親中派幹事長に牛耳られている自民党を恥ずかしいと思いませんか?」と質問され24日に「恥ずかしいよ」と答えられておられましたが、まあ、この長尾議員もともと民主党に所属されておられましたけども。 まあこのような形で恥ずかしいとお思いであれば、まあ、速やかに国民のためだけに、日本のためだけに仕事ができる方を自民党の幹事長に据えられるように努力をしていただき、まあ、長尾議員一人だけの力では難しいものと思われますので、 子育て派の皆様とも連携をし、さらに党内において幅広く支持も集めていただいて、自民党の次の幹事長には、しっかりと国民のためだけに、日本のためだけに働いていただける方を、 選んでいただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。